スポーツの楽しさを知ってもらおうというならスポーツフェスティバルの総合開会式が開かれましたフェスティバルは県民体育大会と県スポーツレクリエーション祭を一体で行うもので開会式には地域の体育協会 スポーツ協会や競技団体からおよそ200人が参加しました山下知事が日頃の練習の成果を発揮して思い出に残る大会にしてくださいと選手を激励し県スポーツ協会の池田誠也会長はお互いの交流と親睦を深めてくださいと挨拶しましたこれに応え宇田郡体育協会の吉田重和さんが 生涯スポーツを実践することを誓いますと選手宣誓を行いましたまた長くスポーツの指導や進行などに取り組んだ人たちへの功労者表彰も行われましたフェスティバルでは60の競技で熱戦が繰り広げられます